夢叶えるがむしゃライブボリューム4リンクザヤング出演者インタビューをこれからアーティストの皆さんにしていきたいと思います。インタビューアーは私林琴音が担当させていただきます。それではスナークスの皆さん、改めて自己紹介をお願いできますか。はい、皆様こんにちは。僕たちスナックスです。よろしくお願いします。僕が、リーダーを務めます桑原健二と申します。よろしくお願いします。はい、杉田雄一郎と申します。よろしくお願いします。誠一です。よろしくお願いします。橋場雅夫です。お願いします。ありがとうございます。それでは今回参加の意気込みをお聞かせ願いますでしょうか。今回はオープニングアクトという形で出演させていただけるということになって、本当に貴重な機会というか、こんなにいい舞台で立たせてもらえることもなかなかないので、全力で頑張りたいなと思ってるんですけど。いや本当にずっとですね、テレビで見てたワッチさんとすごく共演させていただいたりとか、普段僕たちバンドの方々とあんまりこうライブすることがあんまりなかったので、ちょっとすごく今日は楽しみですし、ちょっと緊張もあるんですけれども、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。では皆さんの将来の夢教えていただけますか。はい、将来の夢ですか。僕らもいつか武道館でママライブしたいなと思っておりますので、はい、そこに向けて突っ走っております。はい。緊張してるな。それでは最後に協賛の au 自分銀行さんに一言お願いします。本当にこうやってイベント出演させていただける形になって、この協賛の au 自分銀行さん、こう協賛の方々のおかげで僕たちこうやって、大きいライブというか参加させてもらえるので、その感謝も持ちながら今日は楽しいライブをしていきたいなと思っております。ありがとうございます。それでは本日ご出演ありがとうございますという気持ちを込めてお花を贈呈いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこの後のライブ楽しみにしておりますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。